はい、おはようございます。長野市議会議員の小泉一馬です。今朝は柳町の交番前で街頭演説をさせていただきました。でね、今日お話ししたことはね、あの件なんですよね。なんだっけ？そうです。議員がね、皆様の公金、公のお金、税金ですよ、つまりはね。それでもって、行政から接待受けちゃってね、飲み食いさせてもらって、ていたという筑前製鉄組合のお話です。でね、これね、小泉一馬のね、筑前製鉄組合の質問で明らかになりました。長野市議会の議員を含め、筑前とか榊町のね、議員さんも含めてね、筑前製鉄組合の議会を作ってるけれども、そこで行政から飲み食いのね予算で接待を受けていた。で、これとんでもない話だと小泉一馬は思ってるんで、長野市議会でもね、聞いてみようかなと思うんですよね。で、どうかとかっていうと、分担金というものを出してるんです、長野市はね。で、そこで筑前製鉄組合を動かしていってくださいねっていうことで、長野市はお金出してます。その分担金からこういうよくわからないお金が出ていたのかもしれない。だって、混ぜちゃうからさ。他の榊町とか、筑前市とね、混ぜちゃうから、まあ長野市の金かどうかは分かんないんだけど、まあだけどその何パーセントか何割かそういうお金使えていたかってことですよ。そう、7万5千円のうちのね。で、それについてどう考えるんだ。で、筑前製鉄組合にね、分担金の人については適正に使っていってもらうと、まずそういう申し入れした方がいいんじゃないんですかっていう質問を小泉一馬にしていきます。それからこれは通告してませんけども、ここだけの話なんですが、議会の諸君はどう考えるのかってことです。でね、議会には、長野市議会には議会倫理条例っていうものがあります。そこでは、なんだかよくわかんない寄付は受けちゃいけないってことになってますよ。で、これそのパターンに当てはまりますよね。寄付行為ですよ。行われてるっていうのはね。で、これね、議会の倫理条例に抵触している可能性が非常に高い。じゃあこれはね、議会全体としてどう市民に説明責任を果たしていくんですかっていうことを小泉一馬は聞いていきたいと思います。聞いていきたいというか問題提起したいと思います。これはね、誰に質問するっていうわけでもないからね、その場でお前らどう考えんだってそういう問題提起をして小泉一馬はおもむろに去ると。そういう議会がね、どういう反応を示すかですけれどもね、議会がこれね、何もしないっていうのはね、小泉一馬にも考えがあります。先を考える人、小泉一馬ですからね。だからね、7日の一般質問、7日のね、5時半ぐらいからかな、小泉一馬一般質問しますので、どうか皆さんご注目お願いいたします。ありがとうございます。